ンがなければお菓子を食べればいいのに。すいません、朝から発作が起こってしまいました。誠にすいません、失礼いたします。ちょっとカメラが上向いてるな。はいよ、こういう感じかな。はいはい。いや、実はですね、今朝からちょっとテレビ見てニュース見てたんですけどですね、また麻生太郎ちゃんが暴言をぶっこいてしまったみたいですね。いいなー、あの人絶対わざとかな、ボケかな、もういい感じですね。それとなんかどこかの市議さんが、あの車椅子に乗れた市議さんに、このブルジョワなんとか紹介者とかですね、なんかすごいこと言ってるみたいですね。うえー、やるー、アホやなこいつはと思いながら、でも考えてみたらですね、実は私も似たようなものなんですよ。実はおとついですね、あのほら四つん這いの動画を上げたんですよ。四つん這いのほら、女子駅伝のやつで、そしたらですね、1日で700を超える視聴がございまして、どうも。そしてですね、なんとアンチコメントもいただいてしまいました。誠にすいませんでした、失礼いたしました。はい、ということでですね、今日は×でございます。はい、お口にチャックでございます。 YKK 失礼いたしました。はい、さあ、これ、はい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 、もう霧も今日はなんか、今日は熊本市西区ですね、霧がかかってるんですよね。さっき晴れてたんですけど、また濃くなってきましたね。非常に暖かい朝でございます。さあ、いつものお約束、10月の24日すいすいの霧の中の水曜日7時まで営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。お口にチャック YKK。